こんにちは。オスオス。スーパーロボット対戦30縛りプレイ、やっていきます。縛り内容はスーパーエキスパートプラス、改造、精神コマンド、パイロット養成に一部の縛りなどなど。詳細は概要欄を確認するか、シャープゼロの動画をご覧ください。ということで前回がっかり3のランディ先輩を回収しました。弱くはないけど強くもない。正直そんな感じの機体です。さて今ですが、宇宙にいますね。実はここのタイミングは仲間を大量に増やしていくシーンなのですが、とにかくどいつもこいつもみんな地上で手に入ります。しかし宇宙ルートを最初に選択している場合、キーミッションというものをクリアしないと地上に行けません。キーミッションとは、フリーシナリオのスパロボ30だけど、このミッションだけはクリアしないと先に進ませませんよ的なそういうの。ミッション選択画面で、星がついてるのがキーミッションになります。ということでオービットベースに向かうらしいです。この世界にはガオガイガー由来のオービットベース、マジェスティックプリンス由来のスターローズが、両方とも地球付近にあるらしいですね。こういうのってどっちかなかったりするけど、まあオービットベースは消せないか。ということでファイクス准将もオービットベースにいるらしいです。こういう人と会うのって大体もっと後のパターンが多いのに珍しい。世界的にはガオガイガーファイナルの 3G 追放がすでに10年前のお話。3G はいろいろ代替わりをしていますが、その辺はガオガイガーのキャラが仲間になった時にでも。それは本当に教育に悪い。13歳のウッソに変なことを教えようとすると、シュラク隊に折檻されそうですね。なんかこういうお偉いさんのお話的なのって、ロボットアニメだとお前何言ってんだ?的な感じで空振りが多いイメージですが、ファイクス准将は珍しく普通に優秀な人みたいです。そういう人ってパッと出てくるのガンダムのレビルぐらいしか出てこなかった。館内医師も務めてるからか、健康診断までメイビー主任の役割らしいです。一人の受け負ってる仕事量よ。三つ葉がいないと直感が使えないので困ります。こんな特殊技能も優秀な環境層おらんて。そらまあどうかしてますわな。超えたからかに世界征服しますなんて言ったの見てドクターワイリーかと思った。意外とできることを精一杯で動いてる人が多いみたいです。
この後もちょくちょくそれで心を動かされた人いますからね。くどくと敵が来るのはスパロボの基本。いつだって敵はいいタイミングで現れるもの。ということでいきなりですが出撃です。前期出撃できるみたいなので、軽く配置を変更しておきます。いたのね赤松さんと花ちゃん。この二人もガオガイガーが仲間になるときにちゃんと出てきます。そのセリフをケイトが言っちゃう。機体はそのまま、パイロットには死んでもらうしなかった世界線のケイト。ということでシナリオスタート。敵はザンスカールとネオジオン。この間手を組んだからね。ガンダム系の敵は格闘武装を使ってくるので、アッシュがやられる可能性があって怖いです。さて今回の動画ですが、倍速早すぎて何やってるのかわからないっていうコメントを拝見したので、試しに速度を落としてみています。2倍速から 1.5 倍速にしてみました。少しは見やすくなってたらいいですが。まあ実際早いのはわかる。こういうのあったら言ってもらえると助かります。なおその関係で動画時間が伸びてます。仕方ないね。分割だったりをどっかで視野に入れていきます。敵を発見した。出すぎるからこうなる。ずる、冗談やってる場合か。これでも真剣にやってるんだけど。地球人同士で戦っている場合じゃないのに。これで よし、かわせた。さあまずはいつも通りイズルの底力を発動させるために攻撃を食らいます。だいたい HP 赤ラインまで減って、そこに見切り発動で 100% になるぐらい。いい調整だな。もしかして仕組まれているのか。ひとまずゾロアットとギラ動画が近づいてきているので、こちらもいつも通りメイビー主任のサポートを使用し、ブライトに必中を使います。みんないい感じに固まっているので、援護攻撃を利用してバンバン攻撃していきましょう。そういえばゾロアットとザンスカール平和スーパーエキスパートになってから初登場でしたね。エースボーナスは出撃時気力プラス5、最終命中率プラス 10%。これウルガル兵の単純劣化ですね。そしてカスタムボーナスは5連ビームストリングスの攻撃力プラス200、照準値プラス15。ビームライフルの攻撃力は上がらないらしいですが、ほとんど撃ってこないので関係ありませんね。だいたい全部これでこと足りる性能してるから。ちなみにあれ格闘武装なんで、圧死的にちょっと面倒です。追加効果の運動性ダウンは控えめに言ってどうでもいい。なんか吹っ切れたらしいです艦長。ファイクス順勝が出てくるのも早かったけど、悩みから吹っ切れるのも早かった。こういうのってもうちょっと話数経ってからあるものじゃないんだろうか。展開の速さが異常。さてそんなわけで援護を受けつつ、みんなで攻撃していきます。あと今回からナラティブガンダムが A 装備を脱ぎ捨てて、インコム装備の B 装備になりました。次元強化で NTD とか発動できません。インコムは移動を使えて射程が1から4と長く、攻撃力も4500としっかり高い。さらに B 装備はシールドを持っているので、地味に硬いです。一発もらって底力を発動。援護防御などを置きつつ攻撃していく。みたいなこともできると思うし、もちろん援護攻撃の指導役としてもそれなりに使えます。まあでも、インコムの強さが出るのは多分もうちょっと後のこと。この武装の一番いいことは、バリア貫通があることなので。このゲームのファンネル、インコムなどのオールレンジ兵器ですが、
珍しく正しい形でビーム属性扱いとなっています。その代わりにバリア貫通をデフォルトで持っており、ビームを防ぐ系のバリアは貫通できるって感じ。おかげさまで他のバリアなども貫通できるようになってる。多分数話後にヨナの大活躍が見れるかもしれない。そうなったらいいなって思ってます。半分ぐらいは願望。しかしこいつら格闘武装振りすぎだろ。玉木クッソギリギリでした。これもう一回振られるとまずそう。おとなしくビームマシンガンで攻撃してきなさいよ。そしてこっちはこっちでイズルもやばい。290しか HP が残っていませんが、なんか防御したら耐えられるみたいです。ぶっちゃけ最初の一発目当たってたら回避で避けてお願いしますするしかなかったんで、マジで助かったと思ってる。運ゲー良くない。このゲームの命中率感はちょっとまだいまいちわかりませんが、10数パーセントでもたまに当たるし、なんなら 60% ぐらいの攻撃は割とよく当たります。なので意外と攻撃当たりやすいスパロボだと勝手に解釈してる。しかしちょっと前まで特にやることがなかったモビルスーツ勢ですが、底力を発動プラス集中プラス指揮効果プラスジャミングを合わせることで、ついに命中率 100% に。ジャミングはパープル2などが持ってる特殊能力で、隣接する機体の命中回避を 10% 上げてくれます。大事な命中率底上げになってくれてますね。まあ問題なのは底力を発動しないとここまで行ってくれないので、その後の反撃は絶対に食らえないことですね。モビルスーツにもバリアをくれ。嘘ぐらいの底力レベルだと火ダメ軽減がそんなに強くないせいか、余裕で食らったら落ちますね。敵モビルスーツの接近の差しは1番2番衝撃砲攻撃用意。了解。1番2番衝撃砲攻撃用意。目標インレンジ。撃ち方始め。さてこのステージは多くの敵と戦うのは今だけなので、パープル2の攻撃戦術警戒は先に使ってしまいましょう。あとは個別で分析を使っていけば十分です。まあ割と毎回忘れるんですよね分析使うの。まだ癖になってないなこれ。よな。集中使って絶妙に届かない命中率、反撃を食らうと落とされるこの感じ。命中率の方はともかく、火ダメの方はなんとかならないかなって思ってる。ヨナは底力レベルがガンダム系としては高く、素で6、妖精で8になってます。玉木と同じ。なのでもうちょっと頑張って耐えていただきたいところなんですが、いかがでしょうか？ナラティブガンダムの HP が足りないんだな。試作3号機くれ。A 装備なんてデンドロビウム装備してるようなもんなんだから。もうちょっと HP 多くたっていいじゃないかね。さて、この目の前のゾロアットの撃墜方法に四苦八苦しています。ほどほどの命中率は出せてるけど、当てれるやつはみんな反撃食らうと落ちるので。結果的にはパープル2と指揮効果を乗せたら玉木が 100% になりました。一機落とすのも大変です。これひょっとしてモビルスーツと戦うのが一番大変説ある？絶妙に射程外から攻撃しにくいのが割と困るところです。ということでもう落とせそうな機体が特にいないので、暇つぶしの 20% 攻撃連打。なんか当たらないかなーに全力をかけます。どうせひらめきかかってるから敵の攻撃は当たらないし、攻撃当てれば経験値がもらえてラッキーになります。まあさすがに当たりませんでしたけどね。ということで敵フェーズ、実は次の味方ターンになるとイベントが起こります。なのでこのネオジオン兵たちと戦えるのはこの敵フェーズが最後。もう反撃だけで落とせそうな機体はいないし、とりあえず誰も落ちなければそれでいい。
正直玉木が最初に狙われて、いきなりコニーの援護棒を使わされた時にはドキッとした。無差別攻撃の割には敵だけ落ちる優しさ。こちらの HP が減ったりはしません。盾になってるらしいんですが、ラーカイラムが邪魔でドライストレイガーが守れない。ちょっとブライト艦長どいてもらってもいいか。艦長、前方の目標群を叩きます。 MMFA ファイナルシーケンスへ行こう。味方機射線上からの離脱を確認。エネルギー充填 100%。 四方発射5秒前。3、2、1、撃て。まるでヤマト。完全に波動砲のノリ。なお割とポンポン撃てます。ということで敵増援です。ネオジオン、ザンスカールがいなくなり、オリジナル勢が出てきました。名前はまだ一応隠されてるので触れないでおこう。とりあえずこのアンノーンリーダーを撃墜するのが勝利条件。バカ強いです。なんすかねこの特殊能力の数。とりあえず底力8、見切り3、ガード2がヤバいことになりそう。ちなみにこの人のエースボーナス、かなりイカれてます。最終命中率最終回避率プラス 30%、自分フェーズ開始時、SP プラス10、気力プラス10。つまり自分ターンになるたびに、集中、気合がかかり、SP 回復技能持ちって感じ。マジでモリモリエースボーナス。勝手に気合がかかってしまうので、見切りとガードが絶対に発動してしまいます。止める術はまあないです。見切り3で命中回避が 15% ずつ上がり、ガード2で被ダメ 0.8 倍にします。つまり常時命中回避 45% アップ。いやこんな序盤でやっていいことではない。必中なかったら触れることもできません。えぐい。救いは周りに敵があんまりいないことですね。とりあえず全機移動を開始、アンノーンを迎え撃っていきます。HP が減った機体たちは基本的に戦艦で回復させますが、うっそとするがのみ回復させない。この二人は射程外から攻撃できるので、できるなら底力を利用できるままにしておきたい。さてまずは雑魚敵のウルクスーラから。こいつらは射撃武装しか持っていないので、核圧縮で貫通できます問題ない。ただし自立システムのエースボーナスが最終命中率プラス 15%、被ダメ 0.8 倍というものなので、ダメージが減ってしまうのはちょっと気がかり。まあ基本的には雑に攻撃してしまって大丈夫です。問題なのはあれ。確認がてら見てみましたが、こちらの攻撃は 0%、敵の攻撃は 100%。そして敵の攻撃を食らうと一撃で落とされます。やばすぎるってあれ。 AI の動きなんてのは丸わかりなんだよ。軌道は読めてんだよ。
れながら惚れ惚れするぜ。船を前に出す。こちらも仕掛けるぞ。メガ粒子砲発射。オルクスーラやっぱり結構硬いな。 HP が多いのも厄介。というかフォトンライフルダメージ安すぎない？援護攻撃で 50% 減ったメガ粒子砲の方がダメージ出てるんですけど。火力難は早いところ解決したいところです。次のステージからスーパーロボットが仲間になっていくので、その辺で楽になっていくと思いたいです。ミサイルキャニスターを使います。了解。ミサイルキャニスター攻撃用意。機体と自分が一つになったっていうのは割とあるあるですが、戦艦と自分が一つになったって珍しいパターン。というか戦艦と一つになるってどういう。さてドライストレイガーですが、さっきのイベントで武装が追加されています。監視超大型重粒子砲。攻撃力6700で弾が2発にエネルギー消費90。弾とエネルギーをどちらも使う、ちょっと珍しい武装です。その代わりに攻撃力は破格。3L という機体サイズと相まって凄まじい破壊力になります。この火力には今後とも助けられると思います。とりあえずはこのステージで助けられると思いますが、あれをなんとかするには、三つ葉の火力が必須です。さて早速来ました。これは当たらない。とりあえずコニーの援護防御があるので一安心です。なるほど。君は運動性能が自慢のようだ。飛び込む！仲間は落とさせない！動けばやりようはある。くらいすぎでは。援護防御プラスシールド発動で 40% しか食らってないはずなんですが、3900減りました。あ、これダメなやつ。しかもまだ気力が20ほど上がります。これ下手したら援護防御しても落ちないか。とりあえずコニーは戦艦にしまって HP を回復させます。気力下がるのが怖い。ところでものすごいどうでもいい疑問があるんですが、勝利条件、アンノーンリーダーの撃墜。敵の機体名はオルクスーラ団。パイロットはハテナハテナハテナ。アンノーンリーダーって誰やねん。一応三つ葉がアンノーンリーダーと呼称しますってつけてたし、見ればもちろんあの中村漫画大賞なのはわかりますが、勝利条件の文字はアンノーンリーダーじゃなくてオルクスーラ団の撃墜とかにするべきなんじゃ。ぶっちゃけこういう表記されてるのってスパロボでもあんまり見ないですよね。まあわかるからいいんですけど。さてとりあえずまずは周囲のオルクスーラから仕留めていきたい。絶妙に距離が遠くてあんまり攻撃できないのが困ってます。射程が地味に長いねあいつ。アップね。アッシュやライノスについてる防御シールドはダメージ軽減ではなく無効なので、ダメージを超えて破られるとないものと扱われてダメージが入ります。防御機能としては軽減の方がさすがに優秀ですね。その代わり無効化系の方が無効化できるダメージが高かったりする特徴があります。なお今作は底力の関係上どっちも強いけど多分軽減の方が強い。1500軽減とかでも、そもそも1500与えるのが大変とかありますからね。十分すぎる。さてひとまずあの危ない中村さんには付き合わず、雑魚と戦っていきます。基本的には精神コマンドを使わなくても当てられるイズル、玉木あたりを使って攻撃します。そしてイズルと玉木は絶対にドライストレイガーに隣接させておきます。援護防御を使えるコニーとランディ先輩が大変なことになってしまったので、攻撃された時になんとかなるよう援護防御が使えるドライストレイガーに隣接させます。これなら最低限落ちはしない。
ちょっと純子さんにひらめきかけて突っ込ませておきます。狙ってくれないかな。そう甘くはなかったです。でも三つ葉に来たので、これは反撃していきましょうか。直感を使っていたので、必中だけまだ残っています。では母艦を立たし、勝敗を決しよう。すでに追い込んだ。被弾箇所を報告。左舷フレーム40左舷直撃です。射程内の目標を攻撃します。主砲発射最終段階へ。防御シャッター下ろせ。主砲射線上に味方機を認めず。AGブレーキ作動。発射5秒前。3、2、1。撃て。その船の力を活かせてはいない。うん、まあ十分。それでも5000ぐらいか。やっぱり硬いな。基本的にこのステージだとまだこちらの機体たちの火力が足りないので、三つ葉に監視超大型重粒子砲を連発してもらう形になります。多分これじゃないとまともにダメージ通らない。そして玉木がレベル5になり、早速脱力を覚えました。今まで加速と突撃で全くいらなかったので、精神ポイントの使い道ができましたね。さて、雑魚敵を全滅させたので、オルクスーラダンとの戦闘に入ります。気力はすでに最大値の160。もちろん見切りとガードが発動しています。ちなみにスパロボ30の見切りには従来までの効果に加え、命中率 30% 以下の場合、当たっても最終飛ダメが 0.5 倍になるという効果があります。見切りが回避命中だけじゃなくて、ダメージにも効果を及ぼし始めました。まあ見切りって名前にはふさわしくなった感じはします。ということで、ひとまずは周囲を取り囲み、プレイスメント補正を最大値まで上げていきます。そして射程確認。オルクスーラ弾の最大射程は6なので、うっそ、駿河を射程外に置いておきます。これで射程外から一方的に殴れます。あの反撃を気にしなくていいのは大きい。まあどれだけダメージ与えられるかわかりませんが、チリツモです。あとはドライストレイガーの横にパープル2を置き、いつでも補給できるように待機。これで大体の準備は完了かな。ということで、まずはお試しでイズルで殴ってみます。クリティカルが出て2900ダメージってところ、まだまだちゃんと削れます。あの、その展開が怖かったんでやめてほしかったんですよね。イズルは仕掛けるのはいいんだけど、反撃でひらめきを消費してしまうので、誰かの援護防御が必須なんですよね。コニーがモタン。そしてウッソ君、当たる気がしません。まあそらそうか。結局必中が使える人じゃないとまともに触れることができなさそう。とはいえ、サポートはブライト艦長にしよう。 V ダッシュよりはダメージ出せるでしょ。反撃が怖いですが、まあ戦艦の HP の多さを活かして攻撃していきます。一撃で7000持ってかれました。もう一回やったら落ちます。ちょっと攻撃力高すぎんよあいつ。ちゃんと分析使っててこれですよ。与えたダメージも3桁ですしね。三つ葉が4000ダメージとか与えてるのがいかにヤバいことかよくわかる。ウッソ君、決死の 1% 攻撃。援護攻撃撃つためですが、ちょっと泣ける。ゴールド4が相手になるのら。そんなわけで攻撃開始。やるぜ、多い家電入手法もらった。久しくない感覚を味わわせてもらったよ。あっぱれだ。
君の戦術を高く評価しよう。高く評価していただきましたが、ダメージは310です。 HP も 40% ぐらいになってきているので、底力がだいぶ効いてそうですね。ここから削るのが大変なんですよ、スパロボサーティ。さて、イズルは攻撃を仕掛けに行きたいんですが、さっきのことを考えるとちょっとね。これは位置を調整して、トライストレーガーに隣接させるのが一番いいだろうか？援護攻撃はともかく、援護防御させる役として。というか、ブライトに援護防御を覚えさせても良さそう。次回以降地上に行くので飛んでる奴にしか援護できないけど、そもそも飛んでる機体このゲーム多いし。その機体も君の存在も許されないのだよ。直撃させよう。ヒュッケバインに交代しよう。敵は今回に死角に回り込もうとしています。対応可能なシーウスで撃破を。これがいわゆるスパロボサーティ過ぎた包囲網。主人公のエッジが過ぎたともかずさん。そしてもう一人の主人公アズがスパロボのラジオ、うますぎウェーブを一緒にやっている相沢舞さん。さらに曲を歌うのが同ラジオを一緒にやってる遠藤正明さん。極めつけはライバルキャラは中村雄一さん。何これ、これぞ完璧なる過ぎた包囲網。完全に仕組まれてる。 DLC でもなぜか有効王、固有王が出てるあたり、そういうことでしょうね。さて、そんなわけでどうやって HP を削るか問題にちゃんと向き合っていきましょう。ひとまずは三つ葉でぶっぱ。これだけが大事なダメージソースです。なんとか HP を7000まで削り、赤ラインまで来ました。ここからもっと硬くなりそう。ドライストレーガーは補給で弾とエネルギーを回復。気力も心配になってくるところ。監視超大型重粒子砲は撃つの230の気力が必要です。今はまだ147ありましたが、補給で気力が下がることを考えると、あんまり悠長にやってられません。他に火力が出せるところで言うと、強化パーツで魂が使えるエッジ。底力込みで火力が出せるイズルぐらいでしょうか。とりあえずはこの辺を使って攻撃していきます。そしてお気づきでしょうか。分析使ってないアンドランディ先輩しまった後なのに隣に誰も置いてない。どうしても長時間プレイをするとこういうのやってしまいますね。なるべく減らしていきたい。なお分析忘れは今後も割とやります。攻撃前には分析、攻撃前には分析って思いながらプレイしないと。なるべく楽して勝つ。リープスラッシャー。あの EX の力がこれほどまでとは。攻撃の後には反撃、これも真理だ。直撃させよう。我ながら惚れ惚れするぜ。魂かっこ3桁ダメージ。リープスラッシャーの攻撃力が低いのと底力、ガードが合わさった結果がこれです。ひとまずコンターンは位置調整。先ほど言ったように、ドライストレーガーを前に出し、イズルに隣接させます。これでイズルが気兼ねなく攻撃できます。なおドライストレーガーの HP もそれなりに減ってきてはいますが、隣接しているパープル2にリペアキットが装備してあり、系が特殊技能パーツ供給を持っているため、隣にも使うことができます。現状唯一の戦艦の HP 回復手段。これを使って持たせていきます。ということでイズルで攻撃。ちゃんと1000超えてくれるのは優秀ですね。残り HP は3839。1000超えダメージが出せていければそろそろ決めに行けそうです。この底力の弱点とも言えることは、ダメージは減るけど割と10にはならないということ。未だにゴールド4の攻撃で100は減ってるあたりね。装甲自体が上がるわけではないので、攻撃を続けていけばダメージは上乗せできていきます。ということで残り HP1600 ちょいとなったオルクスーラ団。
イズルの攻撃とドライストレイガーの砲撃が合わされば、削り切れる、と思う。この状況でもしっかりとクリティカルを出してくれるイズルよくやってるよお前。ということで残り HP964、1000を切りました。なんとか落とせるラインまで来たみたいです。長かった。なおこれ1000ダメージ与えるにはだいたい1万ダメージ出せるやつじゃないと出ないです。すごいゲーム。我々の意思を示します。四方、発射最終段階へ。防御シャッター下ろせ。四方射線上に味方機を認めず。AGブレーキ作動。発射5秒前。3、2、1、撃て。アンノーンリーダーを撃墜。マジで硬かったです。正直こんな序盤でやる相手じゃない。ということで逃げた中村さんをエッジが追いかけていきました。まあ一人相手で勝てる敵じゃないのはさっきまでで分かってますけど、タイマンで同行できる相手じゃない。ということで再度戦闘開始。いろいろイベントが起こり、エッジに特殊技能が、ヒュッケバインサーティに武装が追加されています。この特殊技能はもうちょっと後で名前がつきます。今はまだハテナハテナハテナのままですが、効果はあります。とりあえず攻撃したら反撃で落とされるので、直感だけ使って敵ターンに攻撃しましょう。なお一応逃げ回っててもステージ自体はクリアできる。ターン数が経つと勝手にイベントが進みます。その期待も君の存在も許されないのだよ。足を止めるからだ。くそ、イライラが止まらねえ。誰かが敵を追えと命令してくれ。こいつを使うしかねえ。力がこれほどまでとは。スパロボオリジナルキャラに言わせておけばなんかそれっぽくなる単語第1位因子。これだけでなんか意味深な感じが出せます。お得。ということで魂で落とせるらしいのでサクッと仕留めに行きます。ガードが発動してないからかガリガリ削れる。結局こうなっちまうのかよ。ということで撃墜です。これでようやくヒュッケバインサーティも火力不足から解放されます。射程も長くなるので一気に強くなる。エッジさんのこの能力に関してはまあまたそのうち。いつ説明されたかはちょっと覚えてない。
ということでなんか色々含みがある感じですが、次回から地上に降ります。これでステージ選択の幅が一気に広がる。ようやくスーパーロボットと合流しに行けますね。そんなわけでなんとかクリア。底力とガードの恐ろしさ、火力不足を痛感しました。ドライストレイガーの短期ゴリ押しが通じる難易度じゃないので、早いところなんとかしたい。ということで今回はここまで。チャンネル登録や動画の高評価、Twitter のフォローなんかしていただけると泣いて喜びます。それでは、ご視聴ありがとうございました。今日の戦闘も苦戦しましたね。だが、艦長の指揮のおかげで、ドライストレイガーと私たちは勝利を収めた。それは全員の力によるものです。皆さんに感謝します。いえいえ、ドライストレイガーの損因は艦長に命をお預けしていますから。ちょっと市場が入ってる副長は置いておくとして、プレイヤーさんもお疲れ様でした。またのプレイをお待ちしてます。では総員休め。